どうしたのクラウド？いや怖い夢でも見た？でも夜明けまで待ってね。ちゃんと送ってあげるから。ああ。今度は見つからないように。もう休んでてって言ったでしょ。ほら部屋に戻って。だから、はあ、行くのかい？7番街6番街途中に危ない。元な。あの子には。分かった。ありがとう。あれ？これは偶然ですな。どういうつもりだ？待ち伏せ？どうして？もっと一緒にいたいから。お道案内を頼む。喜んで。どうしたの？なんでもない。空が見えるな。上工事中だからね。少し怖いね。ミッドガルを建設してる時プレートが落ちたんだって。まだ人が住み始める前で大ごとにはならなかったんだけど。あれは？ウォールマーケット。6番街のスラムは特別な場所なの。クラウド、6番街のスラムのことを知ってる？話さなかったか。故郷を出てそのまま神羅に入った。6番街どころかスラムはあまり知らない。昔ミッドガルを作るため人大勢集まって
その人たち宛てにして宿泊所、お店、いっぱいできたの。そこで働く人も集まってきて、お金いっぱい動くようになって、そしたらそのお金狙って悪い人集まって。無法地帯か。そう。だからいかがわしい場所を広がらないように壁で囲んだの。それがウォールマーケットの始まり。壁の中だけならルール違反は目をつぶる。そうやって治安守ったって。あの壁がそうだな。うん。クラウド寄ってみたい？興味ないね。よかった。7番街への近道はこっちなの。普通はウォールマーケット通っていくんだけど、私のおすすめはこっち。子供の頃からこっそり使ってるんだ。落ちてきたプレートそのままになってるの。ここを通るのか。楽しそうでしょ。受けてやる。調子に乗るな。届け。落ち着いていけ。いいこと見せなきゃ。くずいて飛んでけ。どう？すぐ済む。協力すれば。先手だ。当たれ。連携しよう。お任せあれ。よいしょっと。終わりだ。終わったね。あれはロボットアーム。かわいいよね。嘘。はしご引き上げられてる。こっちこっち。じゃあ私乗るから。本気か。もちろん。上に行ってはしごを。行けそう。待っててね。
よし、この調子で頑張ろう。待て、起こしちゃった。やっ、やっ、やっ、前に出るぞ。じゃ、後ろから。しゃ、そっちは任せる。いいところを見てる。よけ、かかってこい。くよ、アームで、あの、すごい、クラウド、もしかしてアーム担当だった？あれ、見て、どうして意地悪するかな。また腕の見せ所だね。人使いが荒い。私下に行くね。
やったね。飛び降りるの無理だよね。あれは？キャンプかな。ということは降りられるはずだ。クラウド、ゆっくりでお願い。わかった。
こんばんは。誰もいないね。まだ新しい。私たちもキャンプしていく？そんな時間はない。それに、おい、見ろよ、泥棒がいるぞ。ああ、人んちを荒らしやがって。こりゃ弁償してもらわねえとな。弁償弁償弁償ってなんだ、バーカ。お前は本当に何も知らねえな。弁償ってのはな、その、あれだ。のえ、あはは、弁償ってのは、その、あれだ。あれ、俺たちは何もしていない。うん、ただ通ろうとしただけ。ああ、信じらんねえな。じゃあ、どうすればいいの。身ぐるみ全部置いてってもらおうか。身ぐるみってなんだ。バカ、身ぐるみってのはな、その、あれだ、弁償だ。身ぐるみが弁償か。もうめちゃくちゃ。
まくいったね。ああ、だな。うん。あ、うん。ん？クラウド、今。急ぐぞ。クラウド、次は合わせるからね。何の話だ。ごめん。おっと、そこのカップル。ここを通りたく。すぐに置いていきな。よし、オッケー、頑張るね。よし、取れ、届け、取れ。やったね。ほら、出口。あれ、七番街スラムへ抜けるゲート閉まってるな。開くのか。ねえ、少し座って話さない。いや、そんな時間は。クラウド、こっち。早く。昔、ここでお花を売ったことあるんだ。そうか。クラウドってクラスファーストだったんだよね。そっか。それがどうかしたのか。ううん、同じだと思って。同じ？誰と？初めて好きになった人。名前は多分知ってる。魔法を浴びた者の瞳、ソルジャーの証だ。うん、知ってる。ごめんね、こんな話。もう行こっか。前見なくちゃね。つながってるの。じゃあ
どうぞ。帰りは大丈夫なのか？大丈夫じゃないって言ったら？家まで送ろう。それって変じゃない？大丈夫。実はもっと安全な近道があったりして。それじゃあ。クラウドはアジトに戻ってバレットたちと合流して。でもこっちは大丈夫。私の蹴り見たでしょ。わかった。はい、よよ。ダメ、ティファが最優先。ティファはそのあたりの男よりずっと強い。コルネオは蛇みたいな男。どんなに強い女の子でもじわじわと締め付けて心をポキンと折っちゃうの。ティファが言ったのはそんな人と大勢の手下がいる場所ね。クラウド、大切な人でしょ。助けてあげなくちゃ。